おはよう。今朝のこの時間は鎌倉女子大学教授で医師の木下博勝さんにお話を聞きます。木下先生おはようございます。どうもおはようございます。お願いします。よろしくお願いいたします。 木下先生の長男、大志くん、今月11日、インスタグラムを更新して、高校受験なんですよね。はい、そうなんですよ。1> 第一回一般入学試験が残念ながら不合格だったことを報告しています。まあ、これ非常に残念なお知らせではありますけれども、切り替えて、まあ、次というふうに望まれているわけですね。いや、これね、<え>息子がインスタグラムで自分で出したんですけれども、はい なんかそのインスタグラムをヤフーニュースにこうなったらしくて、本人はですね、あ、やったついに俺のインスタが取り上げられたとかって喜んでましたけど、そうですか。ポジティブではあるんですけど、親は大変ですよ、寺さん。わかります。親からしてみればね。本当にね、実はね、今日これからが本番第一志望なんですよ。今日なんですね。そうなんですよ。もう気合い入ってるんですけど、 ただね、あの、受験校が、例年よりも志願者が多くてですね、はい、倍率が高いんですよ。えー、ですから、まあ、親としてはもう心配この上ないんですけどね。本人は意外にケロッとしてたりね。本人は結構前向きなんですけどね。えー、どうしましょう。じゃどうしましょう。もう、朗報を待ちましょう。<laughs> はい。はい。 さて、北京オリンピック、あさって20日に閉会式が行われます、まあ。まだ競技は残ってますけれども、木下先生、ここまでで印象に残った選手や競技っていうと何でしょういや、僕ね、高梨選手に注目してたので、ジャンプですね。ジャンプですね。はい、女子ジャンプ、この失格がですが、はい、なんていうのかな、言い方が悪いかもしれませんけども、はい、こう、日本人の美しさをアピールするドラマのように感じたんですね。ああ、はい。 えー、こうなんで失格になるのとか、えー、まあ謝罪と応援、審判への疑問等々ですね、はい、まあ高梨選手,選手は辛いでしょうけども、堂々とね、競技を続けていただいて、はい、またわれわれに感動を与えてほしいなっていうふうに思いますね。すね、まあ、そこまでね、いや、そんなに打ちひしがれることないよと思うくらい、反省したり責任感じてて。 ああいうことで失格になるってみんな知ってましたかね知りませんよねあんなね。知りませんよね、えー、それびっくりしましたね。前のね、その競技の時に着てたもので反則みたいなこと言われたって、知らないよって感じです,よね,ですよね。な、なんでって感じですよね。でねまあでもここから立ち上がる高梨沙羅選手を見たいですね。まあこれがね、やっぱり日本人の求めるドラマですね。そね。はい。ね <laughs> はい、さあ、それでは今朝のテーマ行きましょう。こちら。 新規感染者数は減少傾向にオミクロン株の出口戦略を考える新型コロナウイルスの新規感染者数全国的に減少傾向に転じたとみられていますまあ東京都についてもピークアウトが近いという見方もありますが木下先生はこの現在の感染状況というのはどういうふうにご覧になってますかいや僕もこれピークアウトしつつあるって感じてるんですよねはい 当院でも、ええー、陽性者が若干減ってきてるのと、<ー>あとは検査を希望される方もですね、<え>こう3連休が一番、まあ、ピークだった気がするんですけれども、<え>まあ少し減ってきてるように感じるので、<え>まあちょっと抜けてきたんじゃないかなって気はしますね。はい、そうか。現場にいて、そういうのはもう肌で感じますものね。 そうですね現場の感じですね。はい、で東京都、新規感染者数が減少傾向の一方で、重症者数は増えているんですね。木下先生、この理由としてはどういうことが考えられますかこれ重症者数っていうのは、ですね、えー、新規感染者数とタイムラグがあって、ですね、はい、遅れて減ってくるんですね。えー、ですから、まだ当面は増えるはずですが。はい まあ次第に減少してくるはずですね。ええー。まあそういうものだってことですね。 そう,なんですね、そうなってるんですね、はい、で政府はオミクロン株のこの流行を受けた水際対策、来月から緩めて、感染リスクが高くない国からの帰国、入国者は、自宅やホテルなどでの7日間の待機期間を3日間に短縮する方向で調整に入っています。この水際対策の緩和というのは、これは木下先生はどういうふうに捉えてらっしゃいますか。 もちろんこれはですね、検査で陰性になるっていうことが前提なんですね。はいはい、ですからこの前提で短く、まあ、3日間になるわけなので、まあ、この開始時期としてはピークアウトを想定しての方針だと思いますので、えーえー、そんなに早いって感じはしないんですけどね、えー。で、政府の分科会のですね、尾身会長、先週木曜日、オミクロン株の特徴を踏まえて今後の戦略を考えるべきだと話しました。 オミクロン株の出口戦略ですね、こちらについて、これ、木下先生はどういうふうにお考えですか、具体的にこのどういう出口戦略が必要なんでしょうねそうですね、これ、最終的にはですね、ええ、当然ですけど、規制撤廃になるとまあ予想してるんですけれども、はい、このためには、ですねワクチンと治療薬が鍵となります。はい ですから、この2つがですね、どこまで、えー、十分にというところが、まあ、この出口戦略になってくると思うんですよね。はい、治療薬ってのは経口薬、飲み薬ってことですかね。そうですね。えー、飲み薬が、こう、どのぐらい普及してくるかっていうところだと思います。えー、あれって、ですから、その、陽性になってから5日以内とか、何かそういうのあるんですよね。そうです。決まってます。あえー、えー、まあ、今も僕も処方するんですけれども、えー 意外や意外ですね<え>あの、希望しない人もいるんですね、あの副反応がまあいっぱい書いてあるんですよ、実はあのあ<ー>承諾書っていうのに、はい、それを見て、ちょっとこれは嫌だっていう方もまあ、まあ、まあいらっしゃるんですよ。ってことは嫌だって方は、いやもう自力で頑張りますと。それでまあ大体治っちゃうんですけど、そういういものか、まあ 高齢の方と合併症のある方には、まあ、おすすめはするんですけどね。えー、で、はい、厚労省はですね、先週木曜日、アメリカの製薬大手、ファイザーが開発しました、新型コロナウイルスの飲み薬、パキロビットの製造販売、特例承認しました。これは木下先生、どういう薬でしょうかはい。まず、ウイルスっていうのは、自分自身で増えていくことはできなくって、えー、この細胞の中に入り込んで増えていくんですけれども、はい このパキロビットは、細胞の中でウイルスが増えるのを抑える薬なんですね。ええ、この新しい抗ウイルス薬、ミルマトレルビルっていうのを2錠と、ええ、エイズウイルスの治療薬であります、はい、リトナビルっていうのを1錠、ええ、1> 合わせて3錠を組み合わせて飲みます。組み合わせて飲むんですね。そうなんですね。<ー>えー、東洋大賞はですね、ええ、現在18歳以上で、 重症化リスクがある軽症から中等症の患者さんになる見込みです。はい、発症5日以内に使用を始めて、1日2回5日間服用します。はい、まただしですね、不整脈や高血圧などの一部の薬とは併用できないので、これ注意が必要になりますね。オミクロン株にも効果があるんでしょうね。はい、これはね、うん 臨床試験で発症から3日までに投与を受けた重症化リスクの高い患者さん、この入院や死亡をなんと89%減らす効果が確認されてるんですね。この薬はね、やっぱ今出てるのよりは随分オミクロン株に有効である可能性が高いですね。89%ってのは高いですもんね。これ相当高いですね。今のお薬が30%ぐらいなので、 まあこっちの方がまあより効くと。まあ我々考えてますね。パキロビットですね。はい、はい、今朝は鎌倉女子大学教授医師の木下弘和さんにお話を聞きました。木下先生ありがとうございました。どうも失礼しました。